皆さんも金曜パパ活ならぬ秘書活っていうものが今流行っていて流行っているといってもパパ活に比べたらまあ差はあると思うんですけどまあそのような事態があのこの令和のご時世であるんでちょっと見ていきますパパ活で暮らしているなんて周囲に言えないパパ活女子は会社員に憧れがあるんです。 何ら法的な雇用契約がなくても秘書と名乗れるのは魅力的えしかも秘書活の場合え毎月お手当てをもらうのが通例なんで会うたびに住まいもらうえ通常のパパ活よりも経済的に安定します、まあ、雇用されてるんだよねだから秘書活って言えば自分の肩書きステータスにもなるってなんか あの勘違いするおバカさんが多いんでしょうね。A 子さんは8年パパ活だけで生活費を稼いできたが、2ヶ月前に転職した、えー、事務職の経験は一切ないという、これもすごいよね。8年パパ活だけで食ってきたんだよね。で、最近もね、パパ活やってることね、ちょっと知り合ったんですけど、まあ、知り合ったって言っても、今はもそう遅いうんだけどあの、その子もね、美容師やって、で、結局頑張れない子だから、 アジスタントに辞めてんだよ、ね、で、風俗行って、風俗もすぐやめて、今パパ活やってますって言って、あの、まあ、飯食ったり、ね、そういう体の関係持ったりとかして、で、その子は、なんか、エッチが好きだから全然風俗もパパ活もくじゃないよって言ってましたね。まあ、それはいいとして <laughs>。で、コロナ禍の影響で、えー、大手企業の部長など、えー、パパたちが、えー、消えてしまいました。さすがにまずいと思い、昼食を探そうとしたときに、 マッチングサービス必勝活動を知った私の社長は50代、都内に複数の自社ビルを持つ不動産会社のオーナー社長。ビルの管理も社長自身で行うのでほとんど個人事業主ですね。えー、週末か2日の勤務で月25万円もらえるという、すごいね、これね。みんなゲっちゃうんじゃないこれ。えー、午後に出社して <laughs> 5時に退社です。仕事は電票整理やオフィスの掃除ぐらい。セクハラが始まったらそのままホテルに行く感じです。 また、えー、出勤以外の、えー、別のパパとも会っていますで。B 子さんはキャバクラ勤務から転職だ、えー。パパ活経験はほんの数回しかありませんでした。お店の常連客にとある LINE グループに誘われたのがきっかけ。そこでは頻繁にパパ活をする女性を募る投稿があったんですが、秘書を、えー、募集するのもあった。待遇の差に惹かれ、応募した翌日には面接で合格し、晴れて秘書となった。 実は最初はバリバリ仕事をする気だったんです。デジタル広告の会社だと聞いて、行ってみるとワンルームのオフィスでゲームをする社長が1人だけ、広告を自動でニュースサイトに流す仕事で暇なんだそうです。だから社長の接近が始まった。隣に座らせて手を膝に乗せ、これが夢だったんだと真顔で言うのに引きました。しかし、結局3日目にはオフィスで肉体関係を結んだという。 出勤のたびにオフィスで迫られるので嫌になってきました、えー。3ヶ月で契約を更新できるので、もう少しまともな仕事をさせてもらえる社長の、えー、秘書になろうと思います、まあ。そんなにいないんじゃないその大なり師匠なりさ、みんなおかしいと思うけどね。えー、こうした秘書活女子に迷惑、えー、している女性もいる、真っ当な秘書職を務める、えー、女性。 25歳のシーコさん、秘書というと、すぐに肉体関係を疑う方がいるんですよ。でも私は雇用契約を結んでいます。取引先では勘違いされないように、わざわざマーケティングアシスタントと名乗ったりします。え根底にはえ女性蔑視もあるでしょう。こういう風潮はいい迷惑です。こんな様子で大丈夫なのか、日本よ。って。ま,ね <laughs> まあね、それはね、社長といってもね、あの男だからね、それは性欲もあれば、ね、その、 エロいいっていう気持ちもありますよねでなんか興奮するよねきっとね要はさ性欲を満たすために風俗だのそれこそパパ活だのその完璧プライベートの部分でねとかまあマッチングアプリとかあと何がある風俗パパ活とか言ったっけとかいろいろある中でこの秘書活っていうのはねこの公私混同ができるっていうのに興奮するしスリリングしかもね雑用も頼めてなんか自分が 飼い主にな,るなれてペットみたいな AV でよくある世界ですけど気持ちはわかるよねただこれをさあの会社とかそっちの場面でやってしまうことがめちゃくちゃでもリスクだと思うんですよね単純に社長の方がこの秘書活動するってことがだって信用が大事なわけであの取引先とか部下とか、ね、役員とかいるしで女の方がさ今ペラペラ喋るじゃんよく。 あのツイッターとかさ、なんかネットとかも通じてさ、で一気にこういうのってバーって広がったらさ、信用なくなるじゃんってなった時にさ、ねえ、もちろん公害しないとかさ、そういうのも含めて契約してんのかもしれないけど、それ無理だよねって思うし、なんか、世の中よ,よく分かんなくなってきましたね。だから、やっぱこの線引きというかさ、やっぱタイムカードを切って、その、 プライベートでやれよよって思うんだよね <laughs> このだから、まあ、極端な話しさ秘書活のその秘書の部分ではそういうことをなんつうのさせずにあの秘書の仕事だけさせてで仕事上がったらなんかパパ活に切り替えるとかさやっぱりまずいよねこの仕事中は仕事中の顔をしなきゃいけないわけだしその社長っていう肩書きに反することをしてはいけないと思うんですよねでもこれがねまあはってるっていうしみんなこっち行くよねさっきのさ 午後にさ、ちょろっと働いてさ、セクハラするだけ、されるだけ、週に2回、ね、4、5時間でいいんでしょ、25万。それはみんなやるよねって思うし、なんか、可愛い女の子はいくらでもこの自由が利くねって思うんだよね。でもこういう女の子ってね、年齢いくとね、この若い時にこういうことをしていたがゆえに、このカードが使えなくなるわけじゃんいつか。なった時にあの苦しむんだよね。可愛くて、あの、若いから結婚とかもしやすいけど、でも年齢いった時に、 そのなんつの楽勝だった反動のきついって重いパンチがねバンってくるんだよね。ってな,なった時にじゃあ,あの結局は可愛くても可愛くなくても長いスパントータルで見れば優位も不利もないのかなって僕は思いますね女性はねって思います。これがが僕の意見ですねどううもありがとうございました